ウォーキリアン、エミール・デップラーが北欧神話に見られるバルキュリアの名前一覧では、北欧神話の原点資料に見られるバルキュリアの名前を一覧する。北欧神話において、バルキュリアは多数存在する。皆女性の姿をしており、戦において、どの戦士に勝利をもたらし、どの戦士に死を与えるかを選ぶのを役目とする。そして、 彼女たちに選ばれ勇敢に戦い死んだ者を、神王人が治める、戦で殺された者たちの後世の館、バルホルへと連れて行く。そこでは、死した勇士たちが、エーンヘリアルと呼ばれ、世界の終末における戦争ラグナロクへ向けた準備を行っている。そしてエーンヘリアルタッチが休息を取るとき、彼らが飲む、密酒を注いで回るのも、バルキュリアタッチであるという。 これ以外にもまた、バルキュリアが、英雄や、その他人間の伴侶として登場することもある。そこではしばしば王族の娘であると書かれ、時には大ガラスに付き添われていたり、白鳥に結びつけられていたりする。このウルド越しの、巫女の予言、グリームニルの言葉、槍の歌や、スノリリのウェッダ第二部、四五法にある、名の暗唱と呼ばれる部分などで、 バルキュリアの名前が数多く挙げられている。また、このような一覧的な名称の提示以外にも、単独でバルキュリアの名前が登場することがあり、例として、フンディングル殺しのヘルギの歌その1、その2にその名が登場する、シグルーンが挙げられる。バルキュリアの名前は概して、戦いとの関連付けが強調されており、そして多くの場合、槍に関した名前である。 槍は一般に王人と強く関連付けられている武器である。北欧神話研究者の H.R. エリス・デービッド・ソンやルドルフ・ジメク・ラの説によると、バルキュリアの名前は、それ自体は何ら個体性を持たず、むしろ、戦の女神の特性や気質を説明するものであり、おそらく、スカルドによって説明のために創作されたものではないか、とされている。何人かのバルキュリアの名前は、 バルキュリアの役割や能力を説明したものなのかもしれない。例えば、ヘリアという名は CE187 年のものと見られる石碑で言及されていたゲルマン神話の女神ハリアサとの語源的なつながりを示しているのかもしれない。ヘルフィオトゥルの名は火星をはめるというバルキュリアの能力を示しているとする説もある。スビプルはバルキュリアが ウィルドに対して持っている影響力の説明なのかもしれない。なお、リヒャルト・ワーグナーの楽劇、ニーベルングの指輪など、近現代の作品のみに登場するバルキュリアについては、各作品の記事、またはワルキューレなどを参照のこと。全般日本語を表記コノルドご綴りご限解釈。ありがとうございます。